宇和氏は、日本の氏族。下家期家人たり鈴の公院で、美濃国あたり、芸軍の上京中山六に生まれた宮屋、かつこの美が、人心の乱の功によって、陶芸軍により分割した、不和軍を賜り、不和と改正したとされる。この美は、不和軍大領となり、大宝二年の自刀天皇美濃行行の際、地方豪族最高位である、外十五下を授かっている。 また、同じく人心の乱に、功のあった、くだ人、厚渋ほの後の光栄に、人気元年に、不ワ軍に生まれた、不ワマサルがいる。さらに、聖は源氏と騎も存在する。時来園のこの一人の寄り道が、不ワ氏と称した。不ワ軍大量軍勝氏の系譜を引く不ワ氏は、南宮大社の鮭の一つとなった。光栄に、 官営三年に生まれ吉川惚れたるの皇帝となり、不和神道を唱えた、不和忠行がいる。山城国西の丘の住人、松井倉安度直家は、六原丹大に仕え、現行元年の笠木山落城の際に、五代五天皇を探し出して、鎌倉幕府から恩賞として、美の国に数カ所の荘園を得ると、不和軍府中村に移住して、不和氏と改正し、 この直茂以下も代々府中村に住んだと伝わる。直家との系譜は明確でないが、美濃国諸家府によると、府中上主不和川内守直道は、長六元年に、時氏の家督争いで、い比さこ太夫元春らに組みして、斎藤としながらと戦って武功があった。その子、不和小太郎は、応仁の乱に、時なりよりに属して、山名総運方に加わった。 その子、不破孫左衛門道広は、西の方城に移り、道広の孫が不破孝治であるという、ありがとうございます。